明日天気になれ。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、アパレルの秋冬の新作の紹介をしたいなと思うんですが、はい、今日ご紹介するのはビッグビルっていうカナダのブランドでございます。ワークウェアのブランドなんですよね。 なので結構こう生地がしっかりしてたりとか、はい、アメリカとかカナダとかではすごい結構有名なブランド、はい、2人とも雰囲気違うねいつも。そうなんです、はい、なのでちょっと今日は新しいブランドが入荷したのでビッグビルの紹介をしていきたいと思います、はい、ではですね、まず上に着ているものはスウェットジップカーディガン、中にているデニムのオーバーオールかで、上に羽織ってるのがポケットがすごい斜めに入ってるっていうか、大きいポケットでビッグビルっていうロゴもバッチリついてて可愛いです。後ろとかどうですか？あ、後ろ結構長いのかな、前より、うん、お尻がすっぽり隠れる感じの形になってますね。後ろもすごい可愛い。結構ストーンとしては白い、うん、シルエットが綺麗です ね、うん、前も行った時にベルトの部分がデニムじゃなくて普通の切り替えの、それもすごい可愛いですね。可愛い膝のところ、ワークウェアだから丈夫にあれですかね、膝が穴開かないようにとか動きやすそうな感じがしますね。はい、富田さんが着用しているのが、はい、デニムカバーオールとベージュのパンツを着用しております。いかがですか？すごい厚地丈夫でこれから秋口とかはめっちゃいいと思いますね。真冬も多分パーカー中に合わせてこれ上から着たりとかしたら絶対可愛いと、はい、この袖口のボタンのところがちょっと普通のジャケットと違うっていうか、ボタンが2個ついてる仕様で、ここもすごい可愛いなと思いました。夏以外ずっと着れそうな感じの服ですね、はい、で下のパンツなんですけど、これがここ紐なんですよ。すごい楽だし、ここのビッグビルのロゴとかもめっちゃ可愛いですね。それは結構大事かもしれないね、うん、こっちは柔らかいので生地がすごい履いてて楽だし、うん、動きやすいかなって感じします。後ろこんな感じですね。結構ちっちゃくても全然着れちゃうので、うん、いろんなサイズ感の人がこう着れるお洋服かなっていう感じで、石田さんが着てくれているまず靴ですね。こちらのスウェットと、と下のツイルスカートとなっております、はい、着てみてどうですか？スカート着た時ストーンですけどすごく広がりますよね。そのウエストのところのベルトは可愛いですね。そう、可愛いです。アウトドアっぽい感じの上のトレーナーはここに大きなタグですか？ちょっと古着っぽい感じの色合い。あ、そう。そうですね。いいっすね。のが可愛いですよね、うんうん。形もすごい可愛くないですか、うん、なんだろう、なんか肩のところの切り替えが、なんか特殊な感じしますよね。確かにそうですね。なんか内側に一回グンって入ってるとか、後ろは。じゃん、結構ストーンとした感じになるんですね。うんうん。かわいい。かわいい。かわいいですよね。かわいい。欲しいです。富田さんが着用しているお洋服、上がデニムシャツと下がパンツになります。これはかなり薄手ですね。あ、めっちゃ、うん、薄手で重ね着用っていうか、はいはい、中にも着れるし、これ1枚でこうやって着てもいいし、なんかどっちかっていうとこっちの方が着回しは効くかもしれない。サラッとしててよくって、うん、なんかここが、はい、なんていうんですかね、ちょっとこう、はい、変わってる感じになってます、うん、これもすごい可愛いなと思って。で色違いが濃いのと薄いのあるんですけど、はい、感じで羽織でもいけますね、はい、後ろ丈はこんな、ほんと長めですね。そうですね。パンツはさっきのやつを履いてますが、うんうん、これも色違い2色あります。
はい、ということでビッグビルのご紹介をしてみました、はい、どうでしたか？これめっちゃ気に入りました。めっちゃいいよね。これかわいい、すごい欲しいです、うんうん、富田くんやっぱこのパンツの黒欲しいですね。あ、やっぱすごい楽です。すごい秋のおしゃれ入れてみたらいいんじゃないですか、うん、ワークスタイル、うん、そうですね。ということで、はい、ビッグビルのアパレルのご紹介でした。よろしくお願いします。